馬屋橋1893年完成の旧鉄橋馬屋橋馬屋橋は隅田川に架かる橋で東京都道453号本郷亀井道線を通す。西岸は台東区倉前2丁目及び駒形2丁目を分かち、東岸は隅田区本所1丁目。橋全体に馬を連想させるレリーフなどが施されている。橋名は西岸にあった大馬屋橋にちなむ。 もともと元六年間頃から続いていた大間屋の私のあった場所である。1872年に花見客の人手でこの私船が転覆する事故があった。以前から転覆事故が多く、三途の私と揶揄されていたこともあり、民間の手により加強されることとなる。1874年10月6日完成。長さ511尺。 幅20尺の目標が掛けられたと伝えられる。現在よりも約100メートルほど下流の位置にあった。この橋は老朽化のために東京府によってプラットトラス形式で長さ86件鉄橋に掛け替えられた。1893年5月6日に完成した。鉄橋の建設に伴って1890年には現在の春日通りの建設計画が持ち上がった。 当時の馬屋橋近辺は湿地帯で沼地が多く広い道がなかったため本所方面から上野広工事へ東西に直接接続しようと図ったものである。しかしながら土地買収が難航し、開通は1895年になってからである。後に関東大震災で被災し、その復興計画により可強されたのが現在の橋である。付近地下に 都営地下鉄大江戸線が通っているが、馬屋橋の橋脚、橋台を迂回する、よう、2本のシールドトンネルが、突レンズ上の曲線を描く線形となっており、建設時には重要構造物に対する計測を行いつつ、慎重な掘削管理が行われた。ありがとうございます。